素人が大好きクラブ、西久保アナでーす。そして、トラジケです。オカピです。水野の子です。ミッポリンです。3人合わせて、トゥルースターズでーす。ということで、今回のすくすく白虎養成所はですね、3人の防衛作戦を見てみよう。よいしょ ー、 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 ー、
ですけど、3人皆さん理解してますよね、防衛作戦自体。はい、大丈夫そう。はい、あのミサノコ大丈夫。一番大丈夫じゃない。なんでですか。ミサノコが一番心配だから。それこそミッポイが一番最初に理解してそうだったし、防衛作戦もやってます。一応設定はこれやってます。OK、大丈夫。だからミサノコがそもそも設定の仕方分かってないから、保存とか押せてるとかね。そう、大丈夫です。そういうの、保存できてなかったみたいなのあるかもしれませんから。ありそう。はい、ということでちょっとね。ないよ。いけるよ。ちょっと。そもそもじゃあ防衛作戦って、はい、一体何なのかということでございますけど、ちょっと説明できそう。はい、なんて言ったらいいんだろう。守る。城を。我々を。はい。守る。正解。大正解。要するに襲ってくるね。他のプレイヤーの人が攻撃を仕掛けてきて、そこからお城を守るっていうのもそうですし、今、まあ、城とドラゴンには襲来イベントみたいなのかもありますからね。そこで、まあ、立ち向かうものが防衛作戦ということになります。はいはい、まあ、襲来イベントなんてね、まあ、コラボであったりだとか、他にも定常イベントとかであったりとかするんですけど、あれで勝利するとね、あの報酬、はいはい、もらえますから、はい、これちゃんと防衛作戦理解しておいた方が、ね、まあ、よりね、自分たちもプラスになる。になっております、はい、勝率上げた方がいいね、いうことですけど、種重さん、なんか補足あります？攻めて負けると金を奪われちゃうので、はいはい、だからまあ負けづらい方が金はね、まあ、守れますよ、はい、というのはありますけどね。そうなんでございます、はい、さあということで早速3人の防衛作戦ちょっと見ていこうかなと、はいはい、いうとこなんですけれども、まあ、せっかく3人それぞれフレンドだと思いますから、ちょっくら攻撃という機能があります。はい。ちょっくら攻撃という機能で、3人に実際、それぞれね、ちょっと攻め込んでもらいながら、詳しくチェックしていこうかなと思います。はい。はい、それでは早速、行ってみましょう。はい。それではまずは、オカピの城を、ミサノコに攻めてもらおうというとこなんですけども、西高さんどうした？はあれ？あれ？いや、あの、殿が。はい。おかき城に攻め入るということを聞きまして、殿に仕える私、はい、攻め入るぞ。おし、私家臣でございます。家臣でございます、はいはいはい、どういう設定なんでしょうか。よく分かってはいません。とにかく殿が攻め入るという情報だけを聞いております。なるほど、はい、何も知らない、はい、じゃあこのままでいいのか、そのままでいいのか、このままで、このままでいきます。じゃあおかびの防衛作戦見せてください。はい、次です。あー、なるほど、カラフル色の感想をいただきました。なんかポイントあるの？ポイント、そうですね、とりあえず大型2体入れたんですけど、うん、1体はやっぱ迎撃にしておきたいなと思って、城の前にいてもらった方がやっぱ安心なので、はい、言うてもこっちが動かして守るわけでもなく、そうですね、基本は置きっぱになるので、うん、守りを割と固めにしつつ、はい、まあ、進んでいくさなか攻撃結構重めに食らわせてくれそうだなっていう育ってる精鋭たちを入れさせていただきまして、パワーラゴンってでも星打たないよね。これは打たないけども、うん、流星、はい、流星を3つ溜まってるので、うん、まあ、溜まるよね、パワーアッパーしてる状態、うんうん、ということですね。いろんなキャラを巻き込んで召喚できないっていうところは痛いんですけど、うん、やっぱ自分が持ってるキャラの中で一番今育ってるので、やっぱ入れて使っておきたいなと思って。砦の位置とかも、ね、変更できるって言ってた？あ、はい、変更したんですけど、うん、結局どの形にするのが一番いいのかあんまりちょっと想像がつかなくて、まあ、今日ちょっとその攻められる様子を見てから考えるのもありだなと思いつつ、うん、一旦そのブラドとかをその砦下2つ重なってるので、はいはい、そっちに2体置いて、うん、で気持ちレトラガールも下目に寄せて、上にもまあ一応ブラド一体と、まあ、スタードラゴンがあそこにいてくれたらある程度カバーしてくれるかなっていう感じの配置にしてますね、はいはい、リーダーをこれ変えてないので、あ、本当だ、はい、だからまあ失念してました。今リーダー変えてもいいかもしれない。ダメだよ。ダメだよ。で、リーダーをこうして、そうだね、結
構変えるの忘れちゃったりだね、ちょっと組み直したばかりだったのでちょっとそのままに確かにどう三沢の方向で攻められるとやるしかないもう殿入ってますまあここでねやっぱり相手のその敵城の、はいはい、もう視察はできたんでおかき城のねおかき城の、はい、それでは殿待てと言われました。まだ時じゃない。まだ時ではない。待てと言われました。はい、それでは殿、出陣の準備をお願いいたします。出陣じゃ。よいしょ。穴を見つけて攻めていきたいですね。そうですね。もう全キャラクターも方向全部出てますから。はい、おかき城進むの遅くない？あんま来ないね。さあおかき城に対して守りがどうしよう。ああなるほど、うん、はいはい早めに出して大型がね今3体4体あ3体入ってるはいはいだからね1体こういう使い方をするって大事、うん、どのラインで出すかっていう大事ですね、うん、でもリムに寄せられるあらこれもどかしい私、うんね、見てるしかないのもどかしいです、ね、確かにでもさ必死になってないから、うん、ああリムルイ強いですねいやじゃあさあ、この上のラインみんな頑張れスタートでも出てますさあ、大型全部出ていく、はいはい、直感的に見れるのいいですね、うんうん、さあ、下のものは取られましたけども あ、いいですねはいはいはいさあ、星の言葉をするのはかなりダメージ出すのが大きいさあ、あとね、向こうのやっぱりブラドがね城前にいますから最後、あれをこう倒せるかどうかというところもありますねみんな守りに移動してきますねあ、ちゃんと見れる。見ている。殿、良いですぞ。はははは。いやあれも、さあ、剣士強くなったんだ。まだ残ってます。まあこれはね、まあ私は殿視点なんであれですけど、おかき城は結構守り固いです。硬いですね。え、硬い本当に。思惑通りに守ってくれてますね。こっから落とせるかどうかって結構微妙になってきましたね。さあ残りのキャラとかも見ると、あのスタードラゴンで、あここでブルードがまた残りのブルードが出てきましたね、うん、いいタイミングであのレッドラガールも倒せないと結構城にダメージ入れるの厳しいですよ、はいはい、確かにさあ来てるよ残り1分ほどさあ城にねダメージ入っちゃった入っちゃったやっぱ落とせば落とせば感じだけスタードローンをやられましたぞねえ待ってー頑張れこれはやばいいなくなっちゃったみんな頑張れもう剣士しかいない殿撤退を殿剣士しかいない剣士の命が頑張れ下上動け動け頑張れ焼き尽くせ剣士が助けてくれいいぞいいぞまだでも剣士でちょっとずつダメージ与えてるか可能性があるいけるよ、まあ、ある上と下とかペースがやっぱあのレッドラガールがね上下に動きますからそうですねどっちかにおびき寄せたりして あれおかしいよリフルが飛んでるから2人もいやこれは殿いやー殿はっ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 はは落ちたなり殿いやこれはやーいやー返されてしまいました待って厳しいこれはもう見事な返り討ちそうでしたねはいということで岡木城の勝利ということでございます、ね、しっかり城前のレッドラガールが働いてましたね、うんうん、思惑通りでした迎撃の2体レッドラガールとブラドかなり守りが固かった、うん、はいはい固かったうんここがどうにもならんかったということで、ね、なるほど伊佐の工場をもうちょっと私がえやめますあ家臣が謀反ちょっと謀反やばいとりあえず怖い出直してきますちょっと伊佐の工場次はもう打ち入ろうと思いますじゃあお次は伊佐の子の城を日暮里が攻めるって感じしましょうか、はい、そういうことです、はい、私殿は、はい、やはり日暮里うわ最低裏切りやがった私はもう日暮里日暮里をやっぱ殿としてちょっとつきたいと思ってますなるほど、はい、でもこういう人から大体勝ち残ってきてるよ確かに史上なじゃあ次三沢の子の防衛作戦見ますかはい吉森城おーおーじゃあ黄色くて赤いああなるほど確かにうわやらしいリーダーマーメイドや
チビクロプスが微妙に見えない位置に隠しておるのじゃ。隠しテクニックなんですよね。うん、キャラを見せない方に隠すっていうのは防衛作戦の一個のテクニック。そうですね。すごい。相手からするとこういうふうにリストで見えないからね。うん、はい。まあ、なのでこれバッと見た時にあこれ攻めにやすそうやなっていうのがこう分かる方が、うん、逆に攻めてもらって返り討ちにできるっていうのがありますから。次の殿が、はい、これを見てどう攻め入るかと。ポイントは三沢の子。ポイントは砦を2個目からまっすぐにして、ああなるほど、ガーっていってメタドラガールで直接で取ると、はい、取りに行って、考えてますフォアドラガールでバーってする。ああそうなんですか。それを受けてきたキャラをさらに当面のフォアドラガールで倒す。はい、あいい考えですね。しかもきっちりちゃんと現役キャラも1体入れてるんで、確かに流れてきたキャラは一応対応できます。はい、うん、これはちょっと殿いけそうですか。頑張ります。リッポリン、これどこを攻めますか。大型が攻めてくれない。おお、守る、勢いで守らず攻めると、上か下か、確かに穴を塗っても一気に。私なんかあんまり守れるキャラがいないんです。なるほど、あ、そう言ってたね、迎撃が少ないっつったね。上か下かですね。なるほど。それでは殿出陣の準備お願いします。出陣じゃあ、ミッコリは今迎撃を引いてないんで、そう、もう攻め入るしかないかもしれない。攻めるか、ね、まあ、ピクシードラゴン、大型が3体入ってるからね。ピクシードラゴン、フォアドラガール、スタードラゴン、もう一気にどういう風に向かって、さあ真ん中取った。いいよ。さあさっきね言ってたように真ん中がここでキルが出ると、ね、はいはいはい、あなるほど、もう下のラインだ、受けずに攻めると、はいはいはい、上下のライン、はい、さあここは攻めることができるか。スタドラガールはでも砦で取るからね。そうなんですよ。トノ、トノ怖い。怖いなぁ。これどうする。頑張れ。あー取られた。あーでもうまい。あ、うまい。あースタドラの使い方うまい。いや今の良いですぞ。良いですぞ。厳しいかもなぁ。頑張れトノ。トノ。さあ攻め、攻めいってみる。大型が。そうそうそう、下のラインではね、ピクシードラゴンに任せて、あそこは大丈夫かもしれないけど、あの2体がね、さリーダーのメタドラガールが非常に強い。下のこの城は一応クレイジーフラーがいたはずなの。お、倒した倒した、大きい。ただフォアドラガールがまだ結構残ってますよ。あ、でもダメージ入れてるっぽい。入れてる。さあピクシードラゴン入れてるっぽいけど、さあここ守りきれるのかどうか。はい、さあ1分半、下は入れてるけど、あれを何が入ってるかわからんね。こっちをそんなにダメージは、でも速度は速くない。厳しい。そうそうそう、でも守りきれればそう、守りきれればっていうとこあるけど、頑張れ。そう、 CPU 対っていう感じ。すごい CPU みたいな感じあるけど、誰が攻めてるんだよ。いや、これ結構厳しいんだ。むずい、むずい。やばい。うわ、いや、いや、でも守り、はい、はい、あー、あー、どうだ。すごい。いや強い、ね、これは厳しい展開。これはことごとが、いやちょっと私がつくとの全部ダメかもしれない。あれね。いやちょっと見る目がないのかもしれない。そうです、ね、私が、いやちょっとこれはでも防衛作戦、はい、作戦通りだったね。もう本当にそうですね。ああ吉森城、攻めたけどダメでした。成長した防衛作戦は作戦勝ち、そうかもしれないですね。すごい良かったね。佐々木さん的には良い評価です。そうですね、あのクレイジーフラワーって、でもあそこ置いてて、例えばスキルが出て食べてしまうといなくなっちゃうんだよね。そうだから、そうとなると手薄になってしまう。城前がまた召喚してくれるかって運になっちゃうから、はい、そうか。だからそこはね、別の迎撃キャラでもいいのかも。はい、うん、もうちょっと願います。軽い、ま、願います。無本が軽い。次はもう最後、はい、最後の希望、あの、ね、おかき城に私は使えようと思います。任せよう、はい、今ね、負けた、はい、ちょっと打ち入られてしまった吉野城ですね、はい、吉野城に次は攻め入ろうと思います、おかき城が、はい、はい、参ります。さあちょっとね、はい、私が使えたおかき城が攻め入る、はい、吉野城です。これが、はい、ポイントはどこですか。ミッコリ迎撃キャラが一応いる。まあ、どうけ一応って言ってる。一応いる。
縦移動っていうか上下にね移動してくれる原因ケアっていうのはやっぱ防衛作戦だけでいいですね、そう、はい、同じくスタードラゴンを使っていると、うん、鳥でもアヌビスで取りに行くっていう感じかな、はい、うん、アヌビスがなあ、私はもう私はもうミッポリンのアヌビスと私もトラウマしかない怖い怖いそうなんです、過去にもう一度何も結構やられてるから、はい、だから向こうから出てきてスキルを発動したらこっちもねそこで召喚できなくなっちゃうから、うん、気をつけなければいけない、はい、召喚玉でもまだマックスにはなってない、うん、あれができるんで、はい、ちょっとお金がかかるかな、なるほど、オカビどうですかこれ、そうですね、アヌビス怖いなって感じがするのと、大型がさっきのミサノコみたいに並んでるわけでもないので、そうね、そのバラバラにこう攻めてくるのをどう対処するか、なるほど、はい、迎撃キャラが少ないのでとりあえず攻めてきたものをちょっと取りで取りつつどう対処できるかっていう感じですかね、なるほど、怖いな、それでは、はい、参りましょうか、殿、出陣の準備をお願いします、出陣じゃー、おーおあのフォアドラガールがね、結構やっぱり来そうで怖いです、ね、いいラインですね、この吉野城、砦の配置も結構うまいこと、うまいそう、なんか重なるの嫌で、バラバラにした確かに、さあ、これでアヌビスが砦を取ったのは吉野城、吉野城は、あ、いいスキルだ、殿が、殿がこうしっかりブラードを出して上下で守るとね、しっかり守って受けるって感じかな、うん、あの後方からのフォアドラガールのスキルが出るのが痛い、はい、縦をきっちりブラードで出してね、いつでもどうぞ、いや、ちょっとはもう結構カツカツよ、オカピ、そう、殿がやっぱさっき言ってね、コストがっていう話は結構兵糧がね、そうそうそう、兵糧が足りなくなるいや、これちょっとフォアドラガールが大活躍してるな、さあ一方的にちょっと攻撃食らってるのが痛いな、旗刺さっちゃっても旗じゃなくて矢が刺さってる、なんか抜けないな、さあ、あのちょっとずっと攻撃されてるのが痛いですね、もじってますね、そうですね、突っかかって、あーっと、これはまずいぞ、これはかなりまずい、はあ、まあ、もう少し引き込んでもよかったんではないかちょっと早かったのではないかさあ、残り時間まだ1分半ある、まあ、まだ分からん、そう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 、うん、さあ、あーくそ、あーくそ、これ、あ、いけるいけるいける、一番上、でかい、さあ取りましたね、で、あかや、あの出せるのがあれか、そうですね、いる、ずっといる、ね、そう、いや、あのフォアドラガールがずっと強い、強いなぁ、さあ、白のダメージ、あー入っちゃった、殿まだ1分ある、うん、まだ1分ある、まだ1分ある、うん、まだ分からん、ただあの窓機兵抜けるかどうか、ね、そう抜けるか、あの2体の窓機兵がかなり距離ルートで倒すぐらいか、でも悟空も射程抜けるんで、そうね、はい、さあ残り1分、さあ前に攻めることも考えた方が、フォアドラガーラはこれもう倒せませんね、これはもう前に向いた方が良いのではないでしょうか、殿どうしようかな、いや残り30秒、そう距離を取りたい、あんまり育ってないですね、でも窓切れ、あ、はい、まさかそのハリボテ、ま、そんなそんないやでもそんなに壊されましたよ、お残り20秒、いや、ま、いやこれは時間的にまだ分かれる、殿まだいけるかもしれない、ダメージダメージレスかもしれない、ちょっとちょっとダメージ頑張って、いっぱい入れて、いや可能性がありますよ、殿ある、これあるある、あー頑張って、もっと入れて、分からぬ、もっと蹴るって、いや分からぬ分からぬ、うわあこれはもらったんですか、防衛作戦でこんないい勝負なかなかなかない、本当にすごい勝負でしょ、すごい戦いでしたね、いやマジか、あちょっと待って、私が使えた殿全部確かに全部やばいやばい、城は強固だよ、いやそう変化は取れないよ、じゃあ皆さんじゃあ防衛作戦しっかりできてたと、そういうことなんだ、ね、そういうことそういうこと、もしくはまあ攻めるのが下手だったどっちかそれもあるかもしれないけどね、いや
れは面白い戦い。すごい、でもこれはでも想像以上に面白かった。面白い戦いでした。防衛作戦でここまで盛り上がったことないかもしれない。ないよね。いや、よかった。素晴らしかった。最後何か、サネシゲさんからもあれば。襲来イベントでもこの同じ防衛作戦が使われるんで、まあ、そこはね、最低限クリアできるような配置にしておかないと報酬が減っちゃったりするので、まあ、あたりは意識しておくといいのかなと思いますけども、まあ、今回に関してはもうちょっと3人ともしっかり守れました。うわーい、はい、ちょっともやっとしますね、でも勝てないからね、複雑な気持ち。そう全員イーブンやったからね。はい、はい、ということでございまして、はい、私が使えた城は全部負けてしまいましたけれども、はい、ようやく戻ってきました。西小穴です。はい。さあ、ということでございまして、以上が今回のすくすく城虎養成所でございました。3人の防衛作戦を見てみようということでございまして、この動画面白かったよという方は、ぜひともグッドボタン、そしてまた見てみたいという方もぜひコメントもよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いいたします。それでは次回の配信もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。